い、どうも、スイちゃんこと大津のぞみです。はい、今回はですね、もう半年まで経たないから数ヶ月ぶりに、じゃん、こちらのコストコに行ってまいりました。コストコの購入品紹介を久しぶりにやっていきたいと思います。久しぶりなのでちょっと爆買いしちゃおうかなと思ったんですけど、すごくいい買い物ができたかなと私自身は思っております。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。はい、ということでまずはもう生もの系からほとんど食べ物なのでバーッと紹介していきたいと思います。で、私がね帰ってくるのがちょっと遅くなっちゃって、とっちゃんがお腹すいたって感じになっちゃってるので、もう急いで紹介して夕飯にしていけたらなと思っております。ではもうどんどんいきます。お肉系が多いので、まずはじゃん、こちら全然見えないんですけど、お肉です。ひき肉です。牛の赤身ですね。牛ひき肉の3キロぐらいのお肉、3498円でございます。これはもうハンバーグ用かなと思います。そしてあとはじゃん、こちらの、これもちょっと見づらいんですけど、鶏の丸鶏ですね。丸鶏がこれ結構大きいサイズで1557円で買えたので、これでねサムゲタン作りたいなと思って買いました。これにちょっとプラスしてあるものを見つけたので、ちょっと後に紹介いたします。サムゲタン用の丸鶏。次はこれ、前回かコストコにめがけて買いに行った時に売ってなかったもので、パッと思って見つけてしまったんですね。それがじゃん、こちらの豚の角煮のカーパオっていうやつですね。これ前に買いたいなと思ってたら売り切れだったか、なんかその時売ってなかったかで買えなくって、今日はめがけていったわけじゃないんですけど売ってたので買ってみました。値段的には2517円でちょっと高いかなと思ったんですけど、なんか前回買えなかったから買わなきゃと思って買いました。ちょっと温めてね、明日の朝かお昼に食べてみたいと思います。今度いきます。冷凍もやばい、溶けてる。じゃん、こちらのマンゴーチャンク、これ結構何回か買ってるんですけど子供たちに大好評なので今回も買ってみました。これはもうやばい、冷凍しないとやばい。やばい、道が混みすぎてて溶けてる、冷凍が。そして私の大好きなじゃん、こちらのスマイルポテトです。これもやばい、これめちゃめちゃ美味しそうだなと思って買ってみた。タコとホタテのジンジャーマリネっていうやつ、なんか初めて見たもんで買ってみました。私とターくんのおつまみかなみたいな感じですね。1629円です。美味しそう。はい、そして次、これもちょっと定番化なんですけど、豚バラの薄切りですね。豚のバラのしゃぶしゃぶ用、 1893g で2802円です。若干ちょっと値上げしたかなって感じはあるけど、でもやっぱりこの豚バラに関しては安いなと思って今回も買っておきました。そして次はじゃん、こちらのプライムビーフの肩ロースのすき焼きですね。これはもう焼いてそのまま食べるのが一番いいかなと思って買いましたが、血が出てる。これはもう焼いてそのまま食べる、今日の夕飯はこれかなと思って買ってきました。はい、そして次はじゃん、こちらのシュリンプ&サーモンチョレギサラダですね。サラダ、なんかサラダも野菜と別でいろいろ買って作ろうかなって思ったんですけど、時間を見た時にちょっと無理かもしれないと思って、値段的に2000円だったからちょっと高いなとは思ったんですけど、久しぶりのコストコだし楽しようと思ってサラダ買っておきました。今日の夕飯はこれとさっきのお肉を焼いて食べる感じですね。こちらも定番化のハイローラーでございます。これはコメントで結構冷凍して食べれるよっていうのを視聴者の方、視聴者の方
方からねコメントをいただいて教えてもらって、前回その食べ方でやってすごく美味しく食べれたので、今回も買っておきました。明日の朝食べて次の日もいけるかな、食べれない分は冷凍して解凍して食べてみたいな感じでいこうかなと思います。そして次はじゃん、こちらのナルノモッツァレラチーズです。ノアが最近チーズボールとかチーズドッグをね作ってるんですけど、チーズが丸じゃないとチーズボールってうまく揚げられないのよ。そう、それに気づいてこれいいなと思って買っておきました。チーズボール用のモッツァレラチーズですね。他にも作れると思うんですけど、ノアが作れたらいいなと思って買っておきました。そして次こちらも定番のシュリンプです。皮抜かれてて背わたも取ってくれてて、もう調理するだけのエビの冷凍です。そして次はじゃん、こちらの結構もうコストコといえばの商品だと思うんですけど、買ったことは多分本当1回とか2回とかしかなくって、迷ったんですけど900円ぐらいだったので買ってみました。なんかシチューとか炒め物とかにはいいかなと思って、はい、買っておきました。ブロッコリーの冷凍ですね。やばい、どんどん入れていかないとマジでやばい、冷凍がやばい。これ食べてみてよ。それもちょっと冷やした方がいいかな。はい、続いてこれ定番ですね、ディナーロール。これはセイがずっとね揚げパン食べたいって1週間2週間ぐらい前から言われてて、このパンで揚げる揚げパンが一番美味しいんですよ。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、明日の朝ごはんに作ってあげたいなと思ってディナーロール買ってまいりました。そしてバナナ、バナナもなんか安いなと思って買いました。ちょっとなんかまだ明日明後日ぐらいが美味しいかなぐらいの色のバナナですね。立派なバナナでございます。そしてごぼうごぼうも安かった。極太のごぼうが6本で400円ぐらいだったかな。すごいなんか、あ、安いと思って買ってみた。しかも洗いごぼうですね、楽ちん。うちタックも私もごぼう大好きだから買いました。そしてちょっと一旦雑貨に入ります。こちらのスリッパ、モコモコのスリッパ、サンダルにもなりそうなやつですね。これが1500円ぐらいでめっちゃ履き心地が良かったので買ってみた。他にもピンクと黒とブルーがあったかな。私はこのブラウンにしました。可愛くない？そして次、今日の牛のお肉をクレイジーソルトで炒めたいなと思って、うち意外とクレイジーソルト持ってなくて、試食で食べたらめっちゃ美味しかったので、そのクレイジーソルトでお肉を焼いて食べようかなと思います。そしてまた日用品に入ります。こちらの柔軟剤買いました。これ初めて買ったんだけど、ちょい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 じゃあ先それにする。そしていつも定番のこちらのキッチンペーパーですね。これも高くなってて、お店ない。これで4000円ぐらい。前まで1000円台で買えた時あったと思うんですけど、やっぱこれが一番いい、使いやすい。繊維とかが無限に使ったりするから、それはマジでやめてと思って、ちょっと隠して使ってるんですけど、でもペーパーの中ではやっぱ一番分厚くて優秀ですね。このペーパーがちょっと高いけどやっぱ買っちゃう商品かなと思います。さっきの戻りますが、こちらの柔軟剤ですね。この柔軟剤自体は初めてだったんですけど、このタイプは使ってるんだけど、このカラーは初めてだったの。でもめっちゃ私が好きな匂いだったから買ってみたんですけど、改めて匂いを嗅ぐとめっちゃ好きすぎて、もう一個買っとけばよかった。これ1900円ぐらいだったんですけど、もう一個買っとけばよかったなって思うぐらい私がめっちゃ好きな匂いでした。緑だったかな、洗剤を前に買ってて、それも良かったのね。買おうかなって思ってみたらすっごい値上げしてて3500円とかしてて、ちょっと高いなと思って今回洗剤の方はやめました。柔軟剤のこれだけ買っておいた感じですね。そしてこちらのいろいろな種類のケチャップ、逆か、いろいろな種類のケチャップです。辛いケチャップから、いろんなケチャップから、マスタードだっけまで入っております。すごい美味しそうじゃない？もう見つけた瞬間即買いしました。イエローマスタード1本、トマトケチャップ2本、アメリカンスタイルバーベキューソース1本、メキシコ風ホットチリソース1本、タイ風スイートチリソース1本入っております。あと
これでホットドッグ食べたりバーガー食べたりしたいなと思っております。そしてだいたい終わった、あと2個あるんですけど、ここはちょっと買う予定もなかった家電ですね。家電を買ってしまいました。っていうのもまず1個はじゃん、こちらのノンフライヤーです。これね、私が見てる YouTuber の方が使っててめっちゃいいなと思ってはいたんだけど、いざ見たらやっぱりいいなと思って買ってしまいました。値段的には6000円ぐらいだったかな。値段的にもすごい手に届きやすい値段っていうのもあったし、油で揚げないからヘルシーってこともあるし、多分こう今のセイとかソラとかでもポテトだったりとかが自分で調理できるかなと思って買ってみました。なのでちょっと今回、さっきのもしまっちゃったけどスマイルポテトとかはこれで揚げてみたいなと思ってます。これからポテトだったりさ、フライとかさ、ボタンで1個でできればいいかなと思って買ってみたんですけど、使いこなせるか、今日はちょっと時間がないのでできないんですけど、後日ちょっと試して使ってみたいなと思います。最後はじゃんじゃじゃん、こちらの圧力電気釜的なやつですね。私圧力電気釜いくつか持ってたんですけど、持ってたし持ってるんですけど、このサイズっていうのは持ってないっていうのと、なんで惹かれたか、なんで買ってしまったかっていうポイントが、これ圧力もかけれるんだけど、なんと発酵機能もあったりとかしてヨーグルトが作れる。とまあ低温調理もできるし、スイーツとかもできるし、最近炊飯器でピッて朝設置して仕事行って帰ってきてできてるみたいな幸せをちょっと覚えてしまって、そうするとでもご飯が炊けないのね。だからこれがあったら楽かなと思って買ってみました。量的にも結構大きいサイズだったので我が家にはすごくいいかなと思って買ってみたんですけど、これは1万円いかないぐらいで買うことができました。なのでなんか高そうだけど意外とこう手に届きやすい値段だったからつい買ってしまったって感じなんですけど、まあ、これも今日ちょっと使うことはね時間的に難しいので後日使って調理してみようかなと思っております。とりあえずこんな感じで久しぶりのコストコに行ってまいりましたが、そうですね、やっぱり楽しかった。時間がねあんまりなくって、1時間ちょいぐらいでバーって回ったんですけど、本当はねハロウィンのグッズを見たいなと思ってたのね。でもやっぱりもうハロウィングッズがあんまりなくって買えなかったんですね。だから次は多分クリスマスになるのかなと思うんですけど、だからまたねこうやってちょっとこれからの季節さ、クリスマスとかお正月とかいろいろあると思うので、近々行けたらいいかなと思っております。私が一個気になってたバナナの周りにチョコがコーティングされてるお菓子がインスタで結構載ってたんだけど、それがでしょ、それがね売り切れてまして買えなかったんですよ。チョコバナナの冷凍って書いてあった、インスタを見る限りに。でそれがすごい上がってたから、それを結構めがけて買いに行ったんですけど、それはやっぱりなんか人気商品で買えなくって、っていうのもあって多分バナナをね私買ったのと思うんですけど、それが買えなかったから、またね次行った時にあったらいいなって思ってます。ちょっと今回はそのねお目当ての商品は買えなかったプラス買う予定のないものがちょっと買ってしまったって感じではあるんですけど、私の中でコストコあるあるかなと思いつつ、あとは久しぶりのコストコだったので楽しかったからよかったかなと思います。はい、ということで今回もバーっとちょっと時間がなかったので急ぎ足で購入品紹介してきたんですけど、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、 TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュン、そして骨盤ベルトやってますので、こちらも概要欄の方からチェックしてみてください。今そっちゃんがさっきの角煮まんもう我慢できずに食べております。あれはでもなんか冷凍しないで食べた方が美味しいって言ってたから、もう今日温めて食べた方がいいらしいので、私も夜ご飯に食べようかなと思ってます。このまま夕飯はねお肉焼いて、で昨日の残りの南蛮漬けとかもろもろあるので、その辺をバーって出して夕飯にしようと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。また、ここで皆さんにお知らせがございます。
なんと現在こちらのコラーゲンモイスチャースキンベースがですね、全国のロフトさんにてお買い求めいただけるようになりました。ありがとうございます。こちらのスキンベースはですね、美容液なのに肌を綺麗に見せてくれる美容液下地となっております。1本で保湿、張り、ツヤケア、毛穴カバー、トーンアップをしてくれます。もうね、本当にこれはもうウォーターって感じで、もうみずみずしくって伸びもよくって、つけた感じもすごく気持ちいい使用感になってるので、これからの時期ね、乾燥すると思うんですけど、保湿すごいしっかりしてくれるので、ぜひこれからの季節めちゃめちゃおすすめアイテムとなっております。ロフトの店舗の方ではこのスキンベースをお試しいただけるようにテスターも用意してございます。この商品はですね、期間限定販売になってるので、ぜひお近くのロフトをチェックしてみてください。そしてなんとですね、こちらもびっくり、10月末よりじゃん、こちらのイリュンのパックなんですけど、こちらがなんとドンキホーテさんで発売することになりました。めちゃめちゃ嬉しい。これはですね、1枚売りから7枚の箱売り、そして店舗によっては1枚ずつのパックの入ったイントロセットも発売になるそうです。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。なのでもうちょっと身近にイリュンを感じてもらえるかなというところで、まだまだ使ったことないよっていう方だったりとか、見たことあるけど使ったことないなっていう方とかは、ぜひね、そのイントロセットだったりとか1枚売りから試してもらって、自分に合ったパックを見つけてもらえたら嬉しいなと思っております。取り扱いの店舗に関しましては、イリュンのサイトの方からぜひチェックしてみてください。はい、ということで、これからね、今まで使ったことない方にももっともっとイリュンっていうものを広がっていただけるように、今後もいろんなアイテムとか開発していきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、私もね、ドンキだったりとかロフトさんに行って見てみたいなと思っておりますので、皆さんもぜひ足を運んでみてください。ということで、以上私からのお知らせでした。バイバイ。